だからこれが深刻だ、はい、だからこの危険性っていうのはね2002年にね小柴さんっていう人がノーベル賞を取った、はい、あの物理学者ですけども、うん、小泉首相の時にトリチウムっていうのは非常に毒性が強いからやめなさいと、要するに核融合の実験炉なんてやめなさいと、ね、こういう時代でこういうトリチウムの資料が出てるわけ、研究班の、うん、で小柴さんが要するにこういう嘆願書を出してるわけです。うわ、これすごい説得力あるじゃないですか。そうだよ、もうストレートに嘆願書小泉純一郎殿ということで誘致を見直してくださいと、うん、理由、核融合は遠い将来のエネルギー源として重要な候補の一つであります。しかし ITER で行うトリチウムを燃料とする核融合炉は安全性と環境性成果から見て極めて危険です。この結果、たとえ実験が成功しても多量の放射性廃棄物を生みかえってその公共重要性を否定する結果となる恐れが大きいと。燃料として装置の中に蓄える 2kg のトリチウムはわずか 1mg で致死量とされる猛毒で200万人の殺傷能力があります。これが酸素と結合して重水となって、流れ出すと、まさにこの海放出、そういうことですよね。周囲に極めて危険な状態を生み出します。ちなみにこのトリチウムの持つ放射線量はチェルノブイリ原子炉の事故の時のそれに匹敵するものです。これずっと前の話ですよね。あの2003年だから20年経ってないんですよ。そう、反応で発生する中性子は核融合の10倍以上のエネルギーを持ち、炉壁や建造物を大きく放射化し4万トン余り放射性廃棄物を生み出します。実験終了後は放射化された装置と建物をすぐ廃棄することができない。あ、そうですよね。そんなもの作ったらね、そういうことなんだ。数百年にわたり雨ざらしのまま放置されます。平成15年に出してる嘆願書ですから。この結果、周囲に放射化された地下水が浸透し、その面積は放置された年限に比例して大きくなり、極めて大きな環境汚染を引き起こします。以上の理由から我々は量子ある専門知識を持つ物理学者として ITER の誘致には絶対に反対しますと。小柴さん、それから長谷川さん、これ2013年の毎日新聞にも再度出てますね、小柴さんの反対ってね。こういうのね、なんで今ちゃんと議論しないんだろう。本当ですね。ね、重大なこと。トリチウムはわずか 1mg で致死量、猛毒なんですよ。 2kg で200万人を殺傷する能力を持つんですよ。それをこれは実験炉 の、まあ、建物の話だったんですけど、そこから地下水が流れて周辺環境を大きく汚染していったら大変ですよ。こういうこともあってね、核融合の実験炉はやめてフランスに持っていかれたんです。空いた、うん、しかし今度は海洋放出となったらもうそれも一体もね汚染していくってことですからね。